こんにちは、かくです。今日はハロウィンで使うメイク道具が届いたので、パンプキンのメイクの練習をしてみたいなと思います。それでは実際にメイクしていきます。今回買ったのがこのスナザロっていうんですかっていう、なんかフェイスペイントのメイク道具を買いました。あと筆を買ったので、これでメイクをしていきたいなと思います。アメリカのハロウィンって1ヶ月前ぐらいから準備が始まっていて、普通の家とかでも家の前に骸骨が置いてあったりとか、パンプキンがいっぱい置いてあったりとか、日本でいうクリスマスみたいな感じで、すごいみんなでもう事前からお祝いをしています。だからハロウィンはしっかりアメリカ留学に来たら取り組みたいものの一つというか、多分記念に残るので、こうやって事前に準備しておくことはすごい思い出になるんじゃないかなって思います。オレンジ色になってきた。で、今回アメリカに来て何やろうかなってずっと考えてて、けどやっぱりもうすごいシンプルなかぼちゃにしようっていうことになって、初めはアマゾンで頭の仮面を買おうと思ってたんですけど、メイク道具が重いのか安かったので、8ドルぐらいだったのかなのメイク道具を2つと、あと筆を4ドルぐらいで購入してこのメイクをすることになりました。あとがになんかそういうかぼちゃのパーカーでも買ってハロウィンに参加しようかなって思ってます。あと今回使ったメイク道具調べてみたら日本のアマゾンで載っていたので、一応下の概要欄にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。あと今回モデルにした YouTube の動画があって、海外の動画なんですけど、しっかりとメイクの方を勉強したい方は多分そっち見た方が全然参考になるので、そっちを見てください。今回メイクするのも初めてだったんですけど、なんか思いのほかうまくいってちゃんとかぼちゃっぽくなりましたね。いい感じじゃないかな。今回はハロウィンのメイクをしてみました。あと来週ハロウィンなんで、このメイクをして来週にでもパーティーでも行こうかなと思ってます。ということで今回はこれぐらいの動画はしたいと思います。ハロウィンのパーティーも行けたら動画を上げるので、ぜひ楽しみにしててください。 Hello guys、 私はカヨです。Oh、私は日本が好きです。Oh, that's correct. Thank you. ということでまた次回。じゃあね。